ですね、もう背後ですね。そうですね、さあ狙ってきた津田の飛び出しだ、前に出る、面白い。さあ長谷川優、ゴールは空いている。さあ津田スペースだ、1対1になる、シュート、いやー素晴らしい。エースナンバー11番を吠えた津田、逆転ゴール。もうベンチメンバーも総出で津田選手のもとに駆けつけてこのゴールを喜んでいました。スタジアムの観客も総立ちですね。もう津田の得意のコースです。そうですね、まあ、長谷川もここ落ち着いて津田にうまく流しましたよね。それ以上ないコースでした。そうですね、うん、その攻撃力に期待というところでしょう。小林監督、高崎、裏に球場、みんな抜けてくる、ムーン、いや素晴らしい、いや狙い通りですね、はい、素晴らしいですね。この最後もね、もうつま先なんですけどね、この辺はストライカーですよね。高崎、ここも高崎が絡みました。いいですね、最後は押されながらも右足一本、はい。今シーズンからこの相手である徳島から移籍してきました、ゴールキーパーのオスグンです。さあ徳島チャンスになる、いいボールだ、チャンスになって前に出る、津田のゴール、決まった、2点目。この後半の立ち上がり津田が決めました。津田、いやちょっとあの津田には怒られたんですけど、いや大丈夫かな、コントロールと思ったんですけど、うまくやりましたね、はい、最後落ち着いていました。あのやはりここでやはり体の強さであったり体の使い方っていうのが、まあ、でもこのパスやっぱり良かったですね、こう崩れなかったと、はい、うん、で最後そのセカンドボールですよね、はい、あそこの取り合いで、あの勝ったあの徳島がシュートを打ちましたね、はい、あのセカンドボールはすごく重要なんですよね。津田を走らせる、フラッグは上がらない、津田1対1になってシュートに行った、ゴー、今のシーンです。縦パス1本、裏を突かれた鳥取、そして津田、2番内田光平、昨シーズンは高卒ルーキーで出場機会を得ました。さあ津田へのボール抜けたね、シュートやったー、先制点津田、一瞬の隙を突いて裏を狙った津田、高崎へのボールがメインでしたから、ね、うん、ちょっとここは隙を突かれましたかね。そうですね、はい、まあ、少しこうオフサイドをかけに行くような、はい、形でもあったんですけどね。前半16分この津田のプレー、うん、冷静に、いやこのシュートも素晴らしいですね、キーパー笠原の動きを見て、はい、津田のゴール決まり、蹴るのは津田でしょうか。そうですね、そうですね、決めました。これで1点差になります。これでまた分からなくなりましたね。津田は今シーズン5ゴール目ということになります。2対1、1点差になりました。これでまた勝負の行方が分からなくなってきました。ペナルティエリアのこう前あたりで何本か人数がね、こう近い距離を取りながらパスをつなぎましたよね。あの時間があるからじゃないですか。さあコーナーキックのチャンス、ニアサイド、そらしてまだ浮いている、キーパーの時田来ました徳島。負荷を与えるためには少し無理をする部分も必要かと思うんですが、津田落としてシュート、反転決まった、素晴らしいシュート、一瞬の隙、津田の反転ゴール右隅ですね。このアレックス落として反転シュート、まあ、ファーストタッチの状況を見ておそらく、素晴らしいですね、やっぱりですからね、はい、やっぱり1試合でも早くそういうところを抜け出したいですよね。さあドーグラス、今度は右サイドから展開です。津田が今日はスタメンに戻ってきています。フリーになってシュート打った、津田が先制点を挙げました。サイドからポーンとパスを出して、ここで津田が完全にフリーになっています。そうですね、渡辺選手も少し足を滑らせたんですけども、はい、
冷静に決めていく。共にプレーした平重と並ぶことになります。9ゴール目となります。集中する津田、右か左か、決まった、同点。ど真ん中行きましたね、右でも左でもありませんでした。真ん中、柴崎が打っていきます。まだあります。橋内から左へ、大崎、大崎中へボールを入れる、アウカシュート、大きな2点目は津田。リプレイご覧いただきます。高崎から津田、やはりこのゴール前に入ってくるゴール、この高崎と津田がいるとね、はい、こういうチャンスも生まれますよね。そしてその前、大崎もいいボールを供給しました。そうですね、大崎、高崎、そして津田へ渡りました。津田のゴール決めることができるか、津田抑えられるか、森田、決まった、先制は徳島。福島の守り落ち着いていました。非常にこう展開が相手のゴール前から自分のゴール前を、ね、あとこれがつながるチャンスになる。津田が受けた、シュート、決まった。エース津田のゴール、今シーズン12ゴール目、大きいでしょうね。このゴールも素晴らしかったですね。勝負をかけてオスンフンも出てきたんですが、そうですね、もうトラップした時点でかわしていたというゴールでした。もう赤い杉本のサイド、逆サイドからの攻撃が今ほとんどないという状況。右サイドを攻めている栃木です。さあ今度は徳島がボールを持ちます。3枚出ていきました。ミドルシュートを打ってきた、素晴らしい津田のミドルシュート。まあ、このトラップした瞬間、後ろのこのオーバーラップの上がりもほとんど見てないんですよね。画面上で見るとこう見てる感じしますけど、津田はまあ感覚で回ったのはあったと思いますけども、シュートの大崎からサーブが入った。キム・ジョンビ逆サイド、いいボールだ、津田だ、シュートだ、来た、素晴らしい、決まった、先制点は徳島、津田今シーズンの14ゴール目。大崎から裏へ抜けたキム・ジョンミン、このパスが素晴らしかったですね。そうですね、逆サイドの津田へ、はい、よく見てましたよね、はい、津田の今シーズン14ゴール目で徳島が先制です。比較的にスペースがある時があるので、そっちの方に展開ができればチャンスかなと思うんですけども、まあ、ただ前半はある程度、ここは津田が入って、なんと2点目、津田が取りました。10試合ゴールが試合でなかった津田、この大一番で取りました。抜け出しました。このセンターバックの立ち位置は非常に悪かったですね、京都の方が、もう完全に津田をフリーにして、それからサイドバックもインサイドマークちょっと安藤できなかったですね、はい、安藤が最後戻って足を出しますが、まあこの形になったら取りますよ、彼は。わしのような目つき、津田、それをなんとかかいくぐろうとするファジアーノというところですが、ここもボールを奪って、さあ津田、津田自分で打つ、前半10分を経過したところ、2点目の前あとでしたよね、ミスからですよね、ここもファールはありません。津田の足元、津田の篠原、津田の篠原、岩政も帰ってくる、流れてシュート、キーパー正面、小澤さん、はい、今少し3階のですね、まあ運営側の方から、石光選手大丈夫だと、頭とかではなくて足のようだということです。なるほど、そうですか。さあ津田がボールを中央で持って左足でシュートを放っていきました。今日上田さんが徳島の注目の選手に挙げました、この津田だ、津田かわした、津田、津田シュート、惜しかったですね、でも良かったですね。
ゲームの流れですよね、流れの中で、はい、先制しましたから、そのままの勢いで、さあクロスが来た、ニアサイド、はい、後ろに拾った、津田、シュート、上福本、ここはしっかり抑えました、コースは見えましたけどね、こいつね、一方の徳島も長谷川優とキム・ジョンミンが入っています、はい、津田がボールを持ちました、中にボールを入れていった佐藤からワンツー、シュート打っていた、ゴールの右、両チームともにチャンスを作りましたが、こっちの子力つけてきましたね、ですからこういった選手がね、本当こうどんどん出てくるっていうのはね、すごくあの J にとってもプラスになりますよね、はい、さあ裏抜け出したクロスが入る、ナイスキーパー、カミンスキーよく止めました、津田のシュート、まあ、この暑さですからね、そこからまた出ていくっていうのも結構大変なのかなって感じしますね、はい、広瀬これは上げずに長谷川を使って、長谷川を折り返す、マイナスのボール、津田しっかり当てきれなかったですけどね、はい、大島にまず小松に変えて大島を投入しました、さあ徳島が左サイドからの攻撃、内田が行く、クロスを上げる、飛び込んでいけるか、飛び込んでいく、11番のエース津田でしたが、最後は木村、裏を使う広瀬、広瀬と中身、そして木村はフリーになって、ここで上げてくる、ヘディングシュート、後ろから飛び込んできた津田、トラップからで寄せていく佐久田、今度は佐久田が行く、やっぱり前半もそうですけど、両サイドバックがフリーすぎますね、あ、さあ辻が手を挙げている、ヘディングシュート、はい、さあ津田がもうドフリーでしたね、中へ、そしてここに木に左サイド、津田ファーサイドだ、スルーして津田落としてシュート、決まった、最後は木村、木村の富田へ、富田は前節のさぬき戦決勝ゴール、さあ裏を狙っていきましたよ、津田が走っていきます、オフサイドはありません、一旦ここはスペースへ出す津田、追い越していく、さあゴール前2人、佐藤がボールを拾いに行く、キーパーの南です、この選手というのがあまりいないんですよね、そうですね、あの前の選手に、非常にこう、まあ、小柄ですけどこう綺麗で勝負するような選手が多いですよね、はい、通射度160センチ台ですからね、はい、チャンスを迎えている徳島、中にボールを入れてきた、広瀬智康からのボールだったんですが、あのゼロにするっていう守備の意識っていうのはあって、バランスもうまく考えてますよね、はい、体を当て勝ったのは徳島、左サイド、ボールが出る、切り返す、中に入る、シュートが来る、ここはなんとか守った、いや今のね、13番宮崎、ね、そうですね、まあどちらも失点が少ないですからね、制限金沢は失点現在20、これリーグ2タイの少なさです、さあ右サイドから徳島、中に入れる、ヘディング佐藤のシュート、やはりこの佐藤18番、はい、打点が高いですね、そうですね、まあハーフタイムコメント、ボルクスの方の、はい、監督コメントありましたけども、センターハーフのエスバンの浜田選手ですよね、はい、の関係ですよね、もう非常にうまく、須田から逆サイド、木村、今日木村2点目、徳島突き放します、リード2点に広げました、クリアします、いや失礼、橋内のクリアでした、まあ、今までね、はい、やっぱり徳島のペースかなとちょっと思ってたんですけど、一瞬にしてねこうしてボール試合すると相手の水戸のねペースに変わってしまいますよね、まだこの両チーム攻め合いといった形、動きがないですし、なかなか出しどころがないですね、ここも津田が追いかけるが、あーっと、しかしお前、ここは中林、